ちょっと待って、全然結晶できてない。うわ、なにこれ、え、猫なんだけど、ちょっと合わせたい。やば、ブサイクブサイク。ちょっと何パターンか撮ろう。ちょっと待って、ちょっと待って、服が、みんなスクショするんだ。ちょっと待って、ちょっと待って、少々お待ちを。まあ22に間に合ったのでいいかなと、いいかなと思っているんですが、少々お待ち。怖い怖い怖い、ちょっと待って、縦っていうね、横にします。あ、待って待って、ちょっと待って、止まる。 OK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  で充電しまして、で横にしまして、はい、んで置きまして、あー、上がった上がった、来ました、でかいでかい。ちょっと待って、耳直すわ。え、さっきめっちゃ綺麗だったんだよ。でもダメらしい。あ、来た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 、来てはないか、来てはないです来てはないです。あ、ちっちゃくなっちゃうの、ちょっとむずいんですよこれ。少々お待ちを。え、ちっちゃい、これ耳じゃない、こうなってほしい。クマやんね、これね、猫ってことにしてください。そしてちょっとあのお化粧してないので、お化粧したいと思います。肩出るはずなのに、あ、出た出た。え、なんかさ、みゆまるさんこういう服着てそうだよね、着てそうっていうか着てるよね、みゆまるさんみゆまるさんのあのいつか忘れたけど、なんかいつかに猫耳してる写真があって、それをロック画面に追加したので、ま、実質同じですよね、実質双子です。ちょっと化粧させてください、猫の日なんで猫の日なんでさせてください。見て、ピンなくてね、ピンなくて炎っていうねピンなくて炎っていうね。ノーズシャドウ消えた、ピンクでやろうついてない、ついてる、ついてない、前はあと何、何、何が足りない、何が足りない、あ、クロミちゃん発見。チークないので、チークがないので、ちょっと待って、髪の毛、ちょっと待ってねちょっと待ってねって感じ。ハートにしとこ。おー、いいんじゃない、よきまるじゃない、よきまる、よきまるよきまる
まあいいでしょう、いいでしょう。そしてそしてそして、ちょっと待って、一旦スクショタイム。え、なんか本当にビジュアルごめん、もうちょっといい予定出てたんですけど、え、縦の方がビジュいいとかある？そんなことない、そんなことない、もうなさそうだけど。にゃん、え、わかんない、にゃんにゃんです、にゃんにゃんです。かわいい、縦の方がいい、横の方がいい、変わんない。待って、もうちょっと唇に塗る。そうだよ、これが本当に良いにゃん。でー、みんな久しぶり、耳見えない、おひなさん見せとこ。あ、やべ、これ落としてさ、おひなさんにぶっ刺してるおひなさんにぶっ刺してるすみません、おひなさん。はい、こちらです、桜持った子。え、なにこれ、え、虎なんだけど、え、猫の日虎なんだけどみんな瞬発、なにスクショ撮れる、急に来て。桜とゆあちゃんです。ビジュ悪いというか太ったんじゃね、これもしかして太ったんじゃね、最悪最悪だよ、もう。うん、猫長い、長い、長かった今、ありがとう。でね、ちょっと皆さん見てください、じゃじゃーん、猫のケーキ。顔ついてないけど、ほら、見け、待って、傾けるとちょっと怖いんですけど、三毛猫なの、ほら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 、あ、こっち、こっちか、こっちが前でした、ん、わかんないけど、猫、取れた？え、マリ？猫のマリだと思います。ほら、マジ猫じゃない？マジ猫です。マジ猫です。てか、は、初めてこの猫耳した、髪の毛で。にゃんだらけです。ふん。食べたいと思います。そしてコメントを読みますそろそろコメントを読みます。こんばんは。そうだよ、さすがに22時22分にやりたかったんですけど、まあまだできないので。そうだよ、今日ちゃんとね22分を守りました。猫です、張りのないそうだよ、猫意識高い、猫ゆあにゃんだから、にゃんにゃんだから。聞いた、ありがとう。時間ぴったりです。そうだよやばい、あと30秒とか言って、寝癖じゃないですでしょ。ケーキまで用意して消えが違うので、猫の日さっき知ったあのね、雑学、雑学かわかんないけど、あの2022年2時22分、あ、2月22日2時22分22時、にゃーとか言って22秒は何年に1回だっけ、なんか
何年に1回というか1ん何人生1年ん1回しかなくね。ににだって2200あ2200あ嘘嘘嘘2022年2月2222時22分22秒は2222年より前だから200年ぶり、200年、あ、じゃあ次来るのが200年後だからめちゃめちゃめでたい日だったんだよ。知ってた？いやはニュースで見た、その瞬間を。まあチュールちょうだいにゃん。そう、そういうこと。まあ、あ、そうそう、垂れ耳です。マンチカンって感じです。チュクチャオ。遅刻しないですよ、一度しかないのって。ハートありがとう。え、猫の探して、あ、猫のアバター探して買いに帰ってくれたの。ありがとう。これめっちゃ可愛いんだけど、このアバター、めっちゃいいやん、このアバター。間に合った？にゃんにゃんです。にゃん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 。え、そうなの？今日カツカレーの日なの？そうなの？なんでなんで？今日猫の日だと感じた初見。やっぴー。いやもうね、そうやんって。あ、えい。にゃんこです。そう、いろんなパートがあるらしい。誰もじゃない。ケイタありがとう。乙姫。乙姫にゃんです。ハートありがとう。ハートありがとう。え、3月に当選は聞いたよ、どっかで。どこだっけ？どっかで。あれ言ってない？え、でもなんか知ってるよ。え、マジおめでとうすぎる。ガチおめでとう。あ、コスプレ配信いいね。コスプレ、さくらさんのお家の猫ちゃんかわいすぎん？モカちゃんだっけ。やば、メイクすればよかった、ショック。3月5日性欲の目応募しました。平日。え、そうだよね。そう、3月後にあるので、かゆ、ぜひ応募してください。皆さん、またありがとう。あの、ちょっと待って、ケーキ食べる。ケーキ食しまーす。みんなスクショ撮った？いや、で、ね、この上の乗ってるやつから食べるタイプ。待って、これ撮らなきゃ。え、これもさ、猫なの。三毛猫、三毛猫チャンネル。鼻かゆーい。そう、肩出てるんです。でもちょっとね、見えないよね、あんまり。リアの着方が悪い。録画面追加しました。2日当たったよってコメントしたらめっちゃ喜んでる。え、おめでとう。やっとだね。いや、でもリアは絶対当たると思ってた。絶対当たると思ってた。絶対当たると思ってた、ユアは。まあ、ユアが当てたと言っても過言ではないと。やばい。ユアが当てたと言っても過言ではない。ケイタありがとう。え、でしょ？ミョマロさんはレベチなんですよ。みゆまるさんはさらに肩が痛そうな。え、ほっぷなー。焦るって。焦るって。え、そう、送ってくれた服です。めっちゃ可愛いこれ。めっちゃ可愛い。イエーイ。猫コーデです。
この上のマリから食べようと思います。マリ、これ何、クッキー、これ何だと思う、これ何、クッキー、食べたいと思います。マリ、うん、チョコ、うん、うんふん、うんふんふん、炎です。こっちくるみちゃんです。急遽だから。周りにピンなかった。猫の日だけで飛んできた。ケイトギフトでじゃれる。あ、やば、そう、ちょっと待って、来たら待って、ちょ、机がない、机が消えてきたら、にゃにゃーってにゃーにゃー。明日全然レスギーのままっす。上だけです。ぬやい星ありがとう。そう、猫部屋なの、猫じゃらしでじゃれます。鼻鼻やるの、絶対事故る余裕は。トナカイみたいになってない？トナカイにゃんですかこれ。トナカイニャンです。そう、ヤンヤンコ萌えじゃなくて燃えてます。ハタありがとう、ハタありがとう。え、そう、ユアマルね、最初思ったけど、さすがにサイリウムも赤入ってるしと思ってやめたんです。そうなのよ、3月後、そうだよ、本当のユアニャンです。聞いてありがとう。猫です。やちゃんロスごめんね、そんな、さらにニャンになりました。それな、時差ありすぎ。ともぐいピアリンじゃない、え、猫ケーキなのよ。ニャンも謎、あ、間違えた、逆、逆でした。この耳は多分食べられないので、ちょっと待って。よいしょ、耳、耳、いや耳っぽくない。耳です。やば、ハゲニャン、ハゲニャン、ハゲニャンになりました。あ、こっちだった、ハゲニャン食べます。頭からいきます。うん、うんふん、猫用のケーキじゃないです。なんじゃこの猫になったよ。そう、久しぶりだね、元気、
元気。共食いじゃないです。明日はトレードの当選で初制服の向こうに入ります。立ち見席最後に、え、言ってたよね、覚えてる。見るやん、見るやん。めこみマップもかわいい、ありがとう。初トーク会ぶりに会いに行く、3月。マジで、会えるんですか、会えるんですか。やばい、かゆい、このほっぺ、ほっぺたね、塗った今。猫の日、誕生日の日みたいに豪華ですか。そう、そんなことないですよ。まあにゃんの意識高いです、にゃはは。やばい、かゆいかゆいかゆい。あ、令和22年あるね。ね、そうなのよ。だから来年の猫の日はできる。22時22分。かゆ。そうだよ。いや、マジで、人生巻き戻し、ん？人生やり直し説？あれ。信じてるので。絶対に、天国へ行ったとしても、で今もう何週目かもしれん。2週目とかかもしれん。マジで思ってる、そうやって。ふと思います。んふんふん。なんかこの三毛猫のこの模様の部分、なんか謎、食べたことない、プニプニしてる。まあまあ、熟長のアバター欲しい、マジで。皆さん猫アバターにするの？3月号申し込んだ。そうだよ、猫型ロボットでーす。かわいい、ありがとう。なら外れたの？外れたのか。ゴー投げてくれるの？ありがとうね。ゴーに会いましょうね。やばいね、3回連続当選やば。ね、猫にしてるアバター。大晦日初、大晦日初、初、あ、じゃ初日生誕と見れてたのに、それ以降申し込み、そうだよね、逆にそういう人もいるもんね。そこが当たらなくて今回当たってる人と、そこが当たってて外れてる人がいるもんね。3月に当たったの？え？すごっ！やっと来れるじゃん。ハートかも、多分違うよ、ハート。やば、結構当たってるね、みんな。そうだよ、この猫耳普段隠してるから、今日は特別に出しました。ハート伸ばしたら酔っ払い？やめてよ。猫の日初めて知りました。かわいすぎて恥ずかしい。かわいすぎて恥ずかしいですか。どういたしまして。そうだよ、まあまあ、何が、あのね、スマホ落ちそうになった。危ない危ない。え、見た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 、マジ S やばい、あの MV めっちゃかわいい。激カワでした、もう激カワでした。いや、なりたいですね。机来たんですけど、あれなんですよ。今、ベッドの上なんですけど、ベッドの上に乗らない感じの机でして、なんて言えばいいんだ。ベッドと同じ高さの机みたいな。そして遠いんですよ。でしょ？猫の鳴き声似てるでしょ？
マジおめでとう。初見さん塾長ありがとう。え、2日当たった？すごっ、数年ぶり？やばー。そういうこと忘れた。受かった、受かったっていうか、外れた人と当たった人が結構交互にいますね。全然ためらえなかったです。推し登録の存在忘れてました。推し登録をゆあちゃんに変えてから3連マジ？もう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 変えすぎて好きが増した。うわ嬉しい。ちょ毎日猫にしようかな、ゆあ毎日猫にしようかな。やばいよこのまま出たら。わかるわかるよ、猫も好きだけど犬派めっちゃわかるよ。そのままコンビニ行かないよ。行ったらマジで、でも店員さんにあの猫のお菓子もらえるかもしれん。うん、なら出してよ。キャニアちゃん可愛いですか。バレありがとう。んくなめ5004勝この先怖ね。マジ当たらんかもね。5004勝やばいね。んうん、そう黄色なのこのケーキ。え、思った、明日公演だから糖分も塩分も控えてたんですけど、まあケーキ切っちゃったんで食べますよねみたいな。まあでもあのカリウムも、カリウムを食べたらいいらしいので、カリウムも、カリウムを食べたいと思います。あ、今日ねメール送ってないから、まあ21時半かな。まあまた21時パターンの22時来るから、22分来るから、みんな少しよろしく。明日衣装着たゆあちゃん見るの楽しみ。やば、鼻触っちゃった。目当ての公演に申し込めないからもうこれ。やけくそ、やけくそですか。鼻の色素がなくなった。にゃんど高い系です。にゃんど、にゃんどです。猫特集してるのテレビ。いや今日マジ一回もテレビ見てない。ほらありがとう。猫アレルギーじゃないよ。いや前世猫だったら嬉しいんですけどね。来世が、来世も猫がいいんですけどね。猫ってさ、どんだけ、んだけね、顔がブチャイクな猫でも可愛いって言われるじゃん。だから猫になりたい。あ、ありがとう。転生しても塾長でした。あ、そうだよ。前世は猫で鬼と戦ってた。可愛い、ありがとう。前世でやっちゃんに会ってた気がする。絶対会ってるよ。見たことあるもん。合ってる。初めての気がしないもん。嬉しそうだよ。イエイ。そうそうそう、レナとサラはなんか25万ポイントだっけな、なんかそんぐらいのあの盛り上がり度をもらって、アバターもらったみたいな言ってた。またありがとう。そろそろ言わにゃあげん。そうね。会うよ、会うよ、会うよ。そう、いわ猫好きなの。まあワンちゃんも好きなんだけどね、同じぐらい。3日のイベントは別件で、もともと名古屋に行く予定だったから時間があれば見に行く。本当に？でもララポートめっちゃ行きにくいよ。なんかララポートは本当になんかアクセス行きにくいです。
もちろん平日出平日公演も申し込みますよ。職場から徒歩10分近っ近ーだいね。 SKE を見るために転職。見て、やば、見て見て、なんかチョコケーキー、やばくない？黄色からチョコが出ました黄色からチョコが出ました。うんふんうんふんうんふん、マジケーキ控えなきゃなのに食べてる、ショックです。ちょ、夜中マジ筋トレするわ。おひにゃんにゃん猫、にゃんにゃんにゃん猫、猫ちょっとちょっとあっち行って、にゃんにゃん猫、にゃんにゃんにゃん。17日まで我慢そうね。え、名刺は私から来るの？話せるんかな。あ、いいよ、あんしてあげるよ。はい、待って待って、はい、ミニケーキちょっと待って、猫耳見せながら、めい、このままは食べれません。うん、眉優です。もぐもぐ配信やっちゃ落ち着く何これ、新たな ASMR ですか。ASMR じゃないか、音じゃないから なんだろう、視覚的。自分も5年ぶりだったけど、ニャニャ見に数年ぶりに工場劇場入れる人多いね。え、そうなの？5年ぶり5年ぶりやば。そう、コゴミンからね、追加のお菓子もらったの。この3つです。もうちょっとこれ食べちゃったけどありがとうココミン。そう、追加のお菓子をもらったんです。パックに続きのお菓子をもらいました。ありがてうすそうだよねそれな、コガの絶対より早い。そう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 、栄養補給大事です。お、2日経った、おめでとうやーちゃん生誕最善やったし、半年当選しないと覚悟そんな覚悟決めなくていいよでもすごいよね、すごいよね、今の生誕最善やばいよね。まあまあ猫娘です。チュール好きそうで、どういうこと、ね、急に平日だよね、なんでかわかんない。あ、猫柱いいね、猫柱、猫の呼吸。あ、知ってる？みんな猫のゴロゴロ言うやつは骨折してるとこに当てると治るんだよ。あ、やば、書いてた、知ってた、みんな知らないっしょ。どんどんハート崩れてく明日公演、このハート残ってたらどうしよう。消したけど、消したけど残ってたらどうしよう。来世はゆあちゃんをお披露目から見つけ来世もやるかな。かきれなですか？私かきれなじゃないです、私川村ゆあです。
サータンアザラシ、え、なんかそれ聞いた聞いた、どういうこと、なんか不思議ちゃんじゃないんですけど本当にアザラシだったんですとか、なんかすごい熱心に喋ってどういうこと、ハタありがとう、え、なにかわいい、かわいい、かわいい、かわいいよでしょ、マジララポ生きにくくない、いやいや可愛いけど言えない、そりゃそうですよそりゃそうですよね、動物の猫に飼ったら怖いですよ危ない危ない、ケーキが倒れる、やばいやばい崩れる、今日兄ちゃんの後ろ通った、ん、兄ちゃんに会ったの、兄ちゃんに会ったの、サタンレゴランドね、みゆちゃんと行くらしいよ、え、普通に普通にケーキ、普通にチョコケーキ、この味聞いてありがとう、ケーキ食べてるようには幸せそうだよ甘党なので粉から作るハウスのプリン、あのでっかいやつ、 バケツのやつ、あれ違う尻尾はあのちょっとまだ出してないです、あのちょ今日は耳だけかなみたいな、ちょっと上にするわ、猫耳見えない、私がいけないのか多分俺は多分猫味噌だよ、猫だから、猫が配信してます、お腹すいてきた、話せるか、話せるよね、うん、声かけてね、反応するから、あ、カリウムって塩分糖分じゃなくて、マジケーキって美味しいよね、マジで公演前なのに食べちゃう、ココミに会うとおかしくれると思うけど、リアがもらったやつは誕生日プレゼントの追加のプレゼントです、ありがとう。まあ、そうだよ。手元にお菓子あります。ララポートはあのあれだよね。地下鉄と車かな。一番あれは。あとなんかあるか、うん、でも絶対金山からララポートまで自転車で行けると思います誰か挑戦してみて今日自転車で来ました、あ、じゃあ蹴った蹴った蹴ったで来ました、まあ岩はチャリって言うけど、制服の目、ユアニアの生誕しかならない。すごいな、それも。いや、でも、生誕、来ただけで、全然、すごい。うん、マジで。いや、ガチガチ、治るんすよ。まあ、迷信かもですけど。でも、ユア、なんか、あのね、そういう、小学生の頃にめっちゃローラースケートにハマってて、
で、なんか雨の日に家の廊下をやってたんですよ、ローラースケって。そしたらもうまあ案の定滑りますよね、雨の濡れてるとこにローラースケとかで、こうやって右に倒れて小指がなんかめっちゃ痛くて、でもなんか月指ではなくて、なんかでも本当によくわかんないんだけど痛くなって、でその時に野良猫がいて、野良猫っていうかまあなんか何公共で飼ってる猫みたいな、そうでにゴロゴロしてたから当てたらよくなったの。これガチ、これマジマジ話です。あ、ちなみにもう一個雑学言うんですけど、いや知ってるかなみんな、猫の日にちなんで猫雑学なんですけど、公共で飼われてる猫の耳はこうやってね、桜にな、あ、できなかった、桜になってるの耳が、やばこうやってね、あ、わかんないか、耳が桜の形になってるんですよ、耳切られてるの公共の猫は。猫が朝方変な声でない、朝方、でも変な声で泣いてるときは喧嘩してますね、多分喧嘩してますね、その猫ちゃん。レインボースターありがとう。本当でしょ。え、ララポート駅から近い？いや、なんかすごい、なんか前地下鉄で行ったことあるんですけど、めっちゃなんか遠く感じた、あの距離。めっちゃ遠く感じた。聞いてありがとう。顔になんかついてる。つけてるのです、つけてるのです。音符ありがとう。みえちゃんマック仲間になったの。ゆあがみゆちゃん惜しいって言ったから。いや、まだみゆちゃんとプリクラ行ってないのに先にマックデートしやがって、ね、わかるわかる、名工さんね。ニジニジが声心配して、ほんと、あ、ね、してたよね、ほんととか言ってしてたね。全然大丈夫なんで。まあ、訳ありなんで。あの時は訳ありなので。気にしないでください。え、中塚さんの配信でかけれなとゆあちゃんギャルって言われてた。そう、やばい、いろんな先輩に言われるんだけど。ギャルじゃない、どんくらいでプリンが作れます？すごっ！どん。肉球は、肉球。これ、リアの筆箱、ちなみに。ちなみに、リアの筆箱。にゃーん！リアの筆箱でーす。もうね、中学生から使ってるから、もうね、濁ってます。まあ、何回か洗ってんだけど。で、もともとこの子にめちゃめちゃピアスつけてたの、いわ。もう両耳5個ぐらいつけてたの、ピアス。でも全部消えた。あ、でもちょっと残ってる。ほら。ほらほらほら。1個あった、1個。ほら。見える？この十字架。これこれこれ。ピアス。ちゃんとピアスなの、ほら。ほら。いわが、学校の不足でピアス開けれなかったんだけど、だから、開けれな、ピアス開けてないし、開けれないのにピアス買ったの、この子のために。で、そのピアス全部どっか行きましたね。でね、この子洗濯したらヒゲなくなったの。え、なんか、埋もれてるの、ほら。これね、埋もれてるの、ヒゲ。洗ったらなくなりました、ヒゲ。はい。ちなみにこれはこの2期シリーズです。
2期シリーズです。これお気に入りです。私筆箱はこれからもずっとこれを使い続けたいと思います。あなたがリハ後ニーチャーの城戸と挨拶交わしたのか。え、いつだ。いや配信の時ん、配信の時。明日からむちゃくちゃゆあちゃんに会える公演イベントね。やば、ゆあデーじゃん。春休み、ゆあ休みです。ゆあ休みです。やばい、ゼストにてんちゃんの正体がない。やばい。一日でいいし、うちの、ね、いやうちの猫の方が可愛いよきっと。にゃんにゃん大好き。サラ一生チャンネル言ってるもん。一生チャンネル言ってます、あの子。ニャはもうチャンネルから卒業したんですけど。だるまありがとう。うんうんうん。自転車で金山、まあね。ギッタで行けるけど帰る。ああ、確かに。確かにそれはそう。まあまあ。ユアの記憶では遠かったけど。わかんない。遠いの定義が違うかもしれんけど。生誕しか当たらない仲間ね。いたね。ユアニアのチャリハンドルに、え、ハンドルじゃないの握るの、え、どういうこと。えユアちゃんけん玉キッズじゃない。けん玉全然できない。ユアはあのだるま落としキッズです。だるま落とし、あのね、叩いて落とすやつ、あれめっちゃ好きなの。ユア、あの昔のおもちゃで、昔のおもちゃってなんて言うんだっけ、なんて言うんだっけ、昔のおもちゃ。打撲か、打撲かも。なんか確かに小指なんか黒くて、ちょ曲がっとらん右、そんなことない、え、曲がってるよねこれ、小指曲がってるもん、ほらこっち左曲がってるよね。めっちゃ曲がってるよねこれ。やばいやばい。ローラースケートできるとか言われちゃう。違う、家、あの家っていうかマンションの廊下ね。自分の家の前でやってました。ほら、ありがとう。あ、そう、桜猫さん。公共の猫は、なんか、公共の猫です。公共の猫です。ララポート行く？いや、大丈夫。ララポートは、ゴンチャあるよ、みんな。タピオカ。みんなタピオカ好き？いや、タピオカめっちゃ好きなんですけど。タピオカ好きなんですけど、うん、わかる、名光線ね。うん、28の私かかる、カモンヌ。あ、そういうこと、ララポートから遠い駅から出たってこと。いいわ、毛玉だって聞いた、ありがとう。ララポート駅から近くてもらう、え、そう、わかる。ララポートね、めっちゃ行ってたわ。まあ、陸は、あー、え、そうだっけ、え、わかんないわ。いや、車で行ったから。そうだよ、邪魔じゃないって。え、マジ教室マジでこの動物しかいないの。なんか他にもゾウとかゴリラとか、あとなんだっけ、シマウマとか牛とか、あ、馬か、馬どっちでもいいけど。とか、あとはなんか本当にユアの教室本当にこの動物しかいないの。だからマジ動物園なの。
机の上が動物園なんですよ。教室入ったらもうこの動物がみんなこうやって机に置かれてるから、見てこのへにょたれてる、へにょたれてます。いつも猫手手振ってる、ヤッホーって先生にバレないように、ヤッホー。ギャルデ箱じゃないです。今時皆さんこちらです。ぬいぐるみじゃないです、ヤン。俺にも言えあげますよ。コメント遅れてすみません。服を着てくれてありがとう、ゆあちゃん。ありがとう。マジでこれかわいい、本当にかわいい、ずっと着たかったんですよ。ありがとうね、ラブリー、ラブリー。大富豪、あ、大富豪、あのアプリ、そうやりたいのよ、大富豪。明日はアンズさん紫三連だけど、3月にはあなたの生誕祭の時のようにピンク赤紫、本当にありがとう。ありがとう。明日ユアのサイリームはどんだけ見れるかな。お、塾長久しぶり、お久しぶり、そう猫だよ今日、猫の日。猫耳消えた。いや今一瞬髪の毛さ取れたと思ったわ、びっくりした。いつ消えてた、びっくりしたんだけど。片耳です。びっくりしたんだけど今ビビった。ちょっと待って、これめっちゃね難しいんだよ、本当にヘアメイクさんすごいと思う。あ、やば、耳ちっちゃくなっちゃった。よし、全然よしではないんですけど、3月に当たったの、やば、めっちゃ当たってるじゃんみんな、すごっ。じゃあ3月にはユアのサイリウムが多く見えるかな。あ、レトロ、え違う、なんか日本語だった、だるま落としケツユアちゃんだっけ、あれ。あれ聞いてありがとう。かえそれ、えいつの、さっき出した、えさっき、え分かんない、今日出したのは見てないけど、その曲がり、これ打撲じゃない、もしかして。もしかしてだるまじゃない、だるま、打撲じゃない。聞いてありがとう。毛玉やばい。未だにタピオカの、でも絶対ゴンチャがいいです、ララポートにあるので、ぜひ、あでもぜひとか言って、なんかねタピオカはすごくすごくお腹がいっぱいになります。あの S サイズで十分、本当に。にゃんこ毛玉吐くよね。え、そう、でもいや本当にオート恐怖症だから、猫を飼った時の悩みがそれなの。いや処理できるかなと思って、それなのよ、それなのよ。本当にまたありがとう。え、タピオカってキョッピーさんなの？知らんかった。タピオカあげたら喜ぶかな。車の免許取りたいんですよ。取りたいんですけど、SKE の免許のルールがあんま分かんないんですけど、いや。あれ？あの、昇格したら取れるみたいな。本当に上質動物園です。ピンクパンサーかなこれ、わかんない、いやこの動物なんていうかわかんない。握手会こうやってやるわ。そう、雨動物、そう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 、そんな感じ。なんで？動物ではこもってる子はギャル？中身入ってるよ。でも本当に少ない。ほら、こんだけしかない。前までパンパンだったんだけどね。なんかいつの間にかなくなってました。いつの間にかなくなって。見て見て。そうそう。友達が韓国行った時に買ってきてくれた。まあその子の渡す時の
一言が、まあ日本にも売ってると思うけどって言われたけど、いやー、くろみちゃんです。かわいいでしょ、くろみちゃんのシャーペン。くろみちゃんです、でした。でね、このさ、この写真が、いや、フリーザにしか見えないの、色合いが。マジフリーザじゃない、これ頭の部分、これ本当にフリーザにしか見えないって一生思ってんの、このこのシャーシンケース、ほらフリーザだよこれね。かゆい、ちょっと取るわこれ、かゆいです。やば、残ってるし。チークみたいになっちゃった。かゆいので撤去です。で、取れてないし聞いた、ありがとう片耳入ると猫耳作成です。ゴケーキと一緒に自分の猫耳違いまーす。本当にありがとうね、あげてくれて。見ます。タピオカ小さい粒なら飲める。え、大きさあるの。ええ、ユアがいつも飲んでるのは何サイズなんだ、あれはでもあの、なんか業務スーパーとかにある1キロのタピオカとかは無理よ明日も仕事なので猫っぽく応援、頑張るにゃん、にゃにゃん、にゃにゃにゃんキータ、ありがとう。え、そう、タピオカってなんか循環してるらしいですね、人気が。そんなことないですか。お、猫頑張ってにゃん猫、車の免許取れないですか関係ないの。そうなの。うわ、ジアレイ懐かしい、懐かしいね。あ、なんか大須にもめちゃめちゃタピオカ屋さんありますね。なんだっけな、新時代みたいな、なんだっけな、なんかあった。え、そうなの、免許取っていいの。いや、取りたいんだけど、なんなら今から取りたいんだけどなんなら今から取りたいんだけど、でも普通に行ける時間があるのかって感じですよね。うん、そこなんだよね、忙しいよねって、忙しいよねって感じですよね。タピオカ、そう、芋なの。なんか知ってるね。そうなんだ。タピオカ巡り、巡ったことないわ、言わマジゴンチャ一本。毛玉ありがとう。ん、マジだケイトです。レインボースターありがとう。免許取ったら、何なんて読むのこれ。あ、免許取ったら羽豆コーラ行きます。でも高速しか走れないかも。こまおで、韓国語ででっていうのははいって意味です本当にさ、家の友達韓国語しか喋らんのよ。本当に韓国キッズだから、ユアにも韓国語が来ます。ペンライトありがとう。免許取得にスケールールないの？え、いや、あると思ってた、めっちゃ。じゃあ、なぜかというと、くろみちゃんが知ってるじゃんかい。くろみちゃんを見てください。そう、マジフリーザ。ドラゴンボールは、あの、あれ、
悟空が幼少期の時をめちゃめちゃ見てました。あのまだ尻尾生えてる時。あれだよ、これ日の神神楽です。火の呼吸、火の呼吸で、火の呼吸でっていうか、あの炭治郎のお父さんが舞を踊ってるんですよ、なんか持って それです。以上、細かすぎて伝わらないネタでした。タピオカって一度しか飲んだことない。それも今はない。 SKE カフェ、え、そうなの、 SKE カフェに出てたの。ドラゴンボール、そう、一応ね、もうだいぶ前に見てたから忘れちゃったかもだけど、一応あのそのワンピースより全然ドラゴンボール派です。顔に落書きしてた。戦闘力死ぬ。そう。あなた黒みグッズ持ってるか、ザンズさんと、いや、ザンズさんの方が全然あると思う。え、でもなんかファンの方も黒みちゃんくれるし、え、でもそうだよね、ザンズさんの方にも多分ザンズ、あの黒みちゃんのグッズあるだろうから、いや、さすがに負けると思います。ガンダムっぽい写真はないですね。ないですね。え、やば、22分過ぎとるやん。やらかした、めちゃめちゃやらかしたよ。かわいい酔いしそう、いい酔いですね。明日とりあえずはね、うーん、タピオカココナッツミルク、え、いやね、無理。いや、ナタデココめっちゃ無理なの、本当にナタデココ無理、マジで無理。まあ、タピオカと一緒やんって感じかもしれないですけど、うん、無理。お断りです。新時代居酒屋か。スクショタイム多いです。あ、そうそう、新アージュ、新アージュです。そう、いちごの横。ブルブル好きな人いたの？好きな人ってか、じゃあなんかブルブルユアしか知らないと思ってた。そんなことない。そうなんだ、やば。高3の冬、え、そうだよね、ユアの友達もみんな取ってるんだよね、免許。ニヤニヤ運転席から顔が出るのか、出るよ、出るよ。あ、そう、21時半にやめようと思ってます。メールを書いてないので。免許、そうだよね、一番楽なのはやっぱ合宿じゃない、合宿じゃない、毛玉、毛玉やばい、忙しいよね。ねえ、ハルコンあったらめっちゃ楽しそう。11期12期ね、え、でももしかしたら12期だけもあるかもしれないよね、わかんないけど。名古屋高速運転するの怖いの？そうなの？まあ名古屋走りって言われてるぐらいだもんね。待って、どこどこそれ？ん？あ、あ、アホ、アボ。初めて見たんだけど。22分過ぎました。かしこみ、かしこみ、何それ？かしこみ、かしこみって。かなわじゃなくて、なんだ？あれだよ、炭治郎だよ。え、そう、映画行けてないのには。行きたいのに、行きたいのに。お花見、お花見祝いにゃんです。花よりケーキ。エルサみたいになってる。エルサがこうやって置いて、全部物が凍るとこ。細かすぎてわからないネタでした。あ、茶タイム、茶タイム、待って、聞いたことあるかも。
にゃにゃん今日もギャルっぽい。今日は猫です。この通り猫です。にゃにゃにゃ。あ、22分はただのあの猫の日です。ただの猫の日です。ハートありがとう。詩人当たった、詩人当たった。制服の目って言ってください。詩人ですか。レインボースターありがとう。免許取ったらまあクラウンとレクサスも乗りたいです。でジープです、決めてます。タピオカブームね。なんかね過ぎ去っちゃったよね。まあ全然飲みますけど。合宿で免許取ったら楽しい？合宿って。オートマじゃなくてマニュアル。え、何そのオートマとマニュアルって。ありそうだよね、学科試験あるの。え、でもなんかユアの友達でめちゃめちゃね頭が悪いめちゃめちゃね頭が悪い友達がいたんですけど、その子がその何合宿免許のテストみたいなやつで95点を取ってたので、まあその子がいけるなら私もいけるかと。いけるかと。え、名古屋ガールズね、出たい。え、マジ12、え、聞いて、12期だけで出たやつって本当にバンザイヴィーナスとSK48 しかないんですよ。だからやりたいですね。ケーキ増えてないよ、ケーキ増えてないよ、これ半分食べてるだけ。半分食べてる。神様感ある？神々しいってこと？元気ですよ。クラウン劇場に向かう。え、そう、でっかいね車が乗りたいんですよ。それな、班になっちゃったよ。なんでヤンキー種じゃない。え、あずさんもやってたの？あの詩人の首のやつね。めっちゃみんなやるやん。もうこれ伝説もしかしていいわ。伝説作っちゃってる。伝説作っちゃってますか？ほら、ありがとう。わかりました。オートマとマニュアルの違い勉強します。待って、31分になっちゃった。壇上、待って、壇上を読みだんにゃん。今日猫の日なので読みだんにゃんです。読みだんにゃん、いや、ギャルじゃなくてヤンキー、違います。全然違います。これはただね、違う、ユアがこのね、この小柄な女の子がそのジープに乗ってるというギャップを作り出したいんですよ。わかります、わかります。これ読みだんにゃです。読みだんにゃ、間違って読みだんにゃでした。引っ掛け問題でした。ギャル猫じゃないですけど清楚猫です。はい、男女読みますね。はーい、13位の方、ゆうねさんのアバターの方、12、あれ待って、予備男女作ってんだけど、ねえ、予備男女作ってんだけど、スクショット、あいば、スクショット、明日見れるということですね、この予備男女。え、そういうことですよね。11位の方、ユアが書いた花束持ってるクマちゃんの方、10位の方、な、ん？コアラのマーチ。コアラのマーチにユアが記載されている。9位の方、ユアの川村塾の服とうちわの方です。アバターがかわいい、あ、猫になってる、アバターみんな猫になってるね。8位の方も猫やん。服猫？猫でした。コンプリタイコの方、ありがとう。あ、てか待って、いる時に言ってないよね多分。このクロミちゃんマジ激カワ、これ激カワです、ありがとうねー。
プロミと猫にゃんです。クロミの方が顔でかいです。7位の方、うちわかわいい、すごい、ゆわにゃん、すごい、ありがとね。よいしょ、しかもなんか猫ついてる、ありがとね、うちわ作ってくれて。6位の方、ゆわが描いたアシュラ像のアバターの方で、今日猫の日なので猫ちゃんかわいい、この猫ちゃんマジ何かわいいんだけど。マリーちゃんみたい。5位の方、イヤが描いた青いフクロウの方で、この方も猫ちゃんにしてくれてます。しかもかわいい、 お仕事中。かわいい、やば、今日猫いっぱいで幸せですわ。4位の方も博士の方ですが、猫ちゃんのケーキになってます。いちごの耳です。3位の方、イヤが描いた歌舞伎の方です。歌舞伎ありがとねん、おめでとね、本当に公演当たったの。2位の方、待って、懐かしいねこの猫。そう、この猫のカチューシャしようと思ったんだけど、まあ一回したからと思って。で、顔やばくないこれ。はい、1位の方、アンズさんのアバターの方でーす。ありがとう、ありがとう。ありがとねん、ラブラブリーチャンネル。あ、明日は持ってかない、まあそうだよね、ココハの生誕祭だもんね。あ、確かにブレーキ足届かんかもね。ありえる。あ、雑学思いついちゃったからメールで書きます。メールで書きます。ありがとうね。バイバーイ。切ります。